フェスティバスとは12月23日に祝われるパロディ祭日である。半ば冗談でありながらクリスマスの角の商業主義などに反動する意味も込められている。フェスティバスの某フェスティバスはもともとアメリカのコメディドラマサインフェルドに携わったテレビ劇作家ダンオーキーフの家族の習慣であったが1997年に同番組の1話ストライキのテーマになったことをきっかけに より広く知られるようになった。隣のサインフェルドで放送されている内容によると、フェスティバスの行事として、フェスティバスの夕食や飾り気のないアルミの棒を、クリスマスツリー周りに飾ることなどがある。同番組では、フェスティバスのことを、A、フェスタベス・フォーザレスト・オブ・アスと呼ぶ。これは因を踏んだ文章で、残りの人のための祭りという意味である。 番組の放送をきっかけに実際にフェスティバスを祝うようになった人も現れた。ただし、どれほど真剣に祝っているかは人それぞれである。また、アメリカの無神論者団体が国家がキリスト教徒を不平に優遇していることに対する抗議活動にフェスティバスの棒やフェスティバス関連の習慣を取り入れることがある。しばしば宗教の違いが原因で、 問題や対立が起こるアメリカでは最も世俗的で宗教にとらわれず異なった宗教の人々が集まれるという意味で完璧な年末の祝日と評価されることもある。ありがとうございます。